皆さん、こんばんは。キチョリラジオが始まりました。進行を務めさせていただきますのは井村豪と申します。このキチョリラジオでは2つの大きなテーマについてお話をさせていただいております。1つ目は、 気取りごとについてお話をするとそして2つ目が日常とは少し違った非日常的な出来事についてお話をすると、まあ、最初の気取、まあ、りごとなんですけれどもこれは私が書いた本です自分で一つのテーマを決めてそのテーマに沿って 自分の意見をとにかく、まあ、A4 用紙1枚程度に書いていくとさまざ、あ、まなテーマを設定して挨拶であるとか、まあ、学校現場に勤務しておりますのでそういった高校であるとか大学とか感謝とか我慢とか、まあ、そういったことについて 書いておりましたそれが100個テーマが出来上がりましたのでその100個のテーマを冊子にして、まあ、本のような形に、えー、しましたその中から一つのテーマをお話しするとそして2つ目が日常とは少し違う特に学校現場ほとんど日常は日常です 同じ日常の繰り返しが行われております。約300日程度。また一緒かと。何曜日だぐらいな。同じ曜日じゃねえかぐらいな感じで毎日が進んでおります。なんで朝こんな早く起きないといけないんですかというくらいな気持ちが。 あります、まあ、そんな中日常とは少し変わった非日常的な出来事があれば、まあ、少しは学校行ってみようかなぐらいな気持ちになってくれるのかなとかならないかなとも思ったりしています。そんなこんななこでラジオが 始まって1年目、1年と約1か月を迎えておりますので、教育現場に高等学校に勤務をしているものとしましては、教育的なお話もしたいなと、沖縄県で12年目を迎えております。時折、ヤフーニュースや、まあ、いろんなさまざまなネットニュースで、 選挙まああの18歳から選挙権ありますので高校3年生も選挙に、まあ、行ける生徒と誕生日が来てなくて行けない生徒とそういった中で沖縄県知事の玉城デニーや沖縄県知事の公約、まあ、291あるとまああるネットニュースで291の公約のうち 達成したのは5つですと嘘でしょと、まあ、思いながらその公約をオフィシャルウェブサイトから発見しましたので、まあ、それについて自分なりにいろいろと調べてきております、まあ、大きなテーマが15個あり、えー、玉城デニー知事のテーマ先週は 2つ目のテーマの途中で終わったと思いますのでその2つ目のテーマの続きからいきたいなとちょっと2つ目のテーマ3つ目のテーマでした3つ目の沖縄らしい観光リゾート地の形成まで行っております3つ目のテーマの、えー、大型マイス施設の 整備ののお話でででで終わったと思いますですので次です次外国人観光客に対応する人材バンクを設置しますと、職業紹介事業所、外国人の観光客で沖縄で働きたいという方は増えていると思いますので、ありがたいことです。 有限会社キャリアバンク株式会社人材派遣センター沖縄沖縄県福祉人材研修センターであるとかいくつかの施設がこういったことを行っていると続きまして J1 対応の本格的なサッカー場を建設するとともに多面のサッカー場を網羅したボールパーク を整備し国内外チームの誘致を図りますと、まあ、本当にプロ野球であったり J リーグであったり、まあ、B リーグであったり T リーグであったりさまざまなスポーツが沖縄で合宿等々行っている現状があるにもかかわらず確かに 大きなサッカー場、県総合運動公園のサッカー場も大きいんですけれども、J1 対応となると、おそらくもっと大きな面積が必要なのかなと。まあ、FC 琉球さんが J2 で奮闘しておりますが、まあ、もし J1 に上がった際に、確かにスタジアムが。 なななけければいけないのかなと、まあ、そんな中大野山公園に J1 企画スタジアムを作るという話が、まあ、ネットニュース等でありましたのでまあ本当に空港から近いという、まあ、一番の利便性があるのかなと。まあ、でもこのサッカー 部活等でサッカーの顧問をした時にもサッカーの会場本当に南から北までありますので北部に勤務している時は北部の会場でやりたいなとかもちろん中部の時は中部がいいとかやっぱり学校に近いところが 大会の会場だったら、すごい嬉しいです。はい。移動時間がないっていうのは、高速使って1時間も揺られないっていうのは、最高です。陸上競技や自転車競技のための環境整備を推進しますと。まあ、これも陸上競技も、まあ、サッカースタジアムができれば、 同様に陸上も建設といいますか出来上がりそうな気がしております、えー、続きまして、えー、w i f i をはじめとする公衆無線 LAN が県内どこでも利用できる環境を整備しインバウンド推進のための情報通信網を構築しますと w i f i w i f i デイジーやっぱりこれは嬉しいような気がします Wi-Fi、まあ、響きもいいのかなとこれで3つ目のテーマが終わりましたあでも15テーマがありますので玉城デニー沖縄県知事の公約の大きな 今3つです4つ目が産業の振興と雇用の創出安定これも大事ですこの沖縄の雇用働く上でものすごいやっぱり賃金であるとか環境就労状況であるとか通勤通学であるとか職業訓練などを通して若者の社会参加を支援します ありがとうございま,すまあこれで私も職業訓練職業訓練校が浦添具志川にもありますが、まあ、そういった中で中卒でふと思ったことがあります高校に勤務をしていて意外と高校3年間で学んだ後に専門学校に通う生徒結構います IT 系であるとか、美容系であるとか、公務員系であるとか、そういったさまざまな職種は違いますけれども、本当に高校3年間から専門学校かと、これ、中学校を卒業して専門学校に通えないかなと、中学校卒業で、中卒で何か、 資格なり技術を得たいという生徒が増えてそのまま高校じゃなく専門学校に行けたら最高な状況ができないかなと高校卒業するこの18歳では専門学校でも3年間学んでおりますので技術の習得まあ実習実験現場職場体験等を通して この技術で高校卒業の年齢から働けるんじゃないかなとバリバリに近いくらいこれすごい調べておりまして実は中卒で通える専門学校高等専修学校と呼ばれる学校があるとちょっとこれ来週にでも少し細かく 話したいと思いますので飛ばします、えー、中小企業の事業継承や伝統工芸産業等の後継者不足の対策に取り組みますこれもまた後継者がいないというとことがあちらこちらで叫ばれている現代におきまして後継者不在率81.2% 4年連続全国1位という数字も出ております。運輸通信業って書かれています。まあ、こういった後継者育成インターンシップとやっていただきたいなと。本当に沖縄は特に伝統芸能もすごい数も多いですし内容もすごい技術も。 継承するる必要があるのかなと続きまして幅広い起業家支援の観点のみならずフリービジネスの展開支援のため公的インフラの活用施策に取り組みますと起業家支援の観点のみならずフリービジネス 沖縄をビジネス拠点にするメリットと、えー、まあこれを調べてみますと、沖縄をビジネス拠点にするメリットが書かれております。まず一つ目が、アジア20億人の巨大マーケットの中心と、まあ、確かに沖縄の位置は、すごい那覇空港。 空港からまあ台湾、香港、中国、韓国、北朝鮮であったり、マニラ、フィリピン、インドネシア、さまざまな20億人の巨大マーケットと、2つ目がメイドインジャパンの取得を目指してと、まあ、ジャパンブランドという形で、 それが価値にもつながると3つ目東,東南アジアに最も近い日本の経済特区経済特区沖縄には他県にはない効率高い率最大40%の所得控除や設備投資を促進する税制上の優遇措置があるとすごいメリットですね 4つ目、高い人口増加率と豊富で有,用有能な若い労働力と、まあ、本当に人口が増えておりますので、若い有能な労働力があると。5つ目、同時被災のリスクの低さ、まあ、被災のリスクが低いと。 最後、6つ目がこれ以前もお話ししました那覇空港第2滑走路の共用と那覇港での大型高機能な総合物流センターの整備とやっぱりこういった沖縄でビジネスをするにあたってのメリットがいくつかあると。 そのメリット等を踏まえてフリービジネスのまあ活用施策に取り組みますということが書かれておりますえ続きまして沖縄特産の商品開発支援を強化するとともに国内外への販路拡大に向けた物流コストの低減に取り組みますと沖縄特産の商品開発もう本当に さまざまなものが売られておりますので沖縄クリップマルシェでの人気ランキングちょっと調べました1番がマキアフーズさんの紅甘酒2番が青切りシークワーサー1003番がこれはペンギン食堂さんの石垣島ラー油4番が紅芋タルト 5番が、えー、タコライスファミリーパックと、まあ、こういったもう本当に商品開発すごい進んでおりますのでさまざまな商品を県内外、まあ、国外にアピールしていただきたいなと思っております、えー、ものづくり産業における県内調達率向上に取り組みます やっぱものづくり大好きです、ね、作ってなんぼじゃないですけれどもやっぱ作った後は作る前はもちろんしんどいですしお金いくらかかるかとか時間あるかとかこれやるメリットはとかさまざまな思いありますけれども作った後はそれが吹っ飛ぶといいますかやっぱりよかったなと、まあ、誰かが まあそれを見たりもちろん喜んでいただくのが最高なんですけれどそんなものづくり私は好きです続きまして伝統工芸産業振興の拠点を整備し魅力ある製品の開発や技術の高度化展示 PR 等県内伝統工芸産業の発展を推進しますと いやこれはまさに先ほどもお話しした商品開発もそうですし伝統工芸産業ですね沖縄工芸の森豊見城市で、えー、こういう場所があると、まあ、拠点ですね伝統工芸これもさまざまなすごい技術と高い技術 懸命に親しまれている、まあ、そういった場所が R4 年の3月から、まあ、オープンともうすぐですね、まあ、こういった、まあ、本当に今読んでいても、まあ、改めてやっぱり沖縄に可能性があったり、まあ、必要な こととなななんじゃないかなともう玉城デニー沖縄県知事にはこういったことをやっていただきたいなと思っておりますえまた最後は私の好きな曲を紹介したいなと考えております今日紹介する曲は、えー、レイクさんの「100万回の I love you.2011 年リリースですので本当に10年以上前と紹介したいなと思います愛してるの言葉じゃ足りないくらい 君が好き愛してるの言葉を100万回君に送ろう Hey! イェイイェイいつもどこにいたって気にしてるのは一つだけ 君は笑ってますかそれともちょっぴりブルーきっとみんな抱いてるそれぞれの特別を僕にとって紛れもなくそれは君だから 愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君が好き今すぐ君に会いに行こうこの青い空を飛び越えて Baby, I love you, baby ロトルルトロトロロトルルトロロトト改札の 向こう側人混みに消えてゆく後ろ姿目で追った離れたくなくて他には何もいらない本気でそうやるほどわ Ah. Whoa, whoa, whoa. I love you. I love you. I love you whoa. Everybody say I'm gonna La 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 ラララララララどれほど時が経ったって関係ないよ君が好きどんなセリフ並べても伝えきれないこの想い愛してるの言葉じゃ 足りないくらいに君が好き愛してるの言葉をねい百万回君にいいね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 ルいねいルトルトルルいねいルトルトル Baby I love you 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 love <sevent> you <protest ummer writing> <metrics in English> というレイクさんの100万回の「ILOVEYOU」という曲を紹介しましたまた玉城デニー沖縄県知事のこの291の公約のお話そして私が好きな曲を 紹介するという流れを続けていきたいなと思っております。何かご感想等ありましたら、メールアドレスの方まですべて小文字で kityo.gmail.com と貴重な字、gmail.com の方まで よろししくお願いします明日からの一日が皆さんにとって幸せな一日となりますようにさようなら。